ジャガー、サクの頑張ります。ジャガーサリーの頑張ります。イエーイ、イエーイ、よろしくお願いします。お願いします、はい、いやなんかさ、はい、外が真っ暗で寂しい。本当ですね。急に急に日が、やっぱ秋も終わる、終わらないか、終わるよね。終わりますね。だからだね、夏が長かったからさ。そうですね、うん、なんかいつも明るくて今日もなんか暑いですねって言ってたのに、うん、いきなり真っ暗になってしまって、ね、温度も聞かれたけどちょっと肌寒いとこ行っちゃったもん。あ、そうですよ ね、冷房一回消してもらいました ね、 ね、したらこれはこれで暑いかもしれないから、ちょっと、ね、自分の服がもう真冬の服着てきちゃった私はまだロンティーぐらいだけど、あ、ロンティーで、はい、ね、間違えちゃいましたね。まあ今日も、はい、なんかこうチグハグで、はい、ね、ジャガーとサリーは、はい、チグハグなとこが面白いので、あ、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします、ね、今日も楽しくいきたいと思います、はい、まずこうコメントすごいたくさんいただいてますから、はい、たくさんいただいてます。まず1枚紹介しましょう。読んじゃ、もういっちゃいます、はい、ヒデさん、ヒデさんありがとうございます。前回もいただいてたんですけども、本当にいつもありがとうございます、ありがとうございます。前回いただいて、前回は読めなかったんですけど今日1番に読みます、ね、はい、ですね、ジャガーさん、サリーさん、こんにちは。こんにちは、ジャガーさん、オズ横浜大会のラストウーマンスタンディングマッチ、うん、ものすごい激闘、お疲れ様でした。お疲れ様でした、あんなに長い時間試合ができるって今更ですが、プロレスラーの方は超人ですね、そしてサリーさん、マリーゴールド後楽園大会でのボジラ選手との激闘、流血戦となりましたが、ボジラ選手から初めてのタップアウト勝ち、感動しました、その後お怪我の方は大丈夫ですか、そして、愛犬チャンプ君とハロウィンイベントを挟み、この前のマーベラス横浜大会、暁千佳選手のデビュー戦、いろいろ難しい部分はあったと思いますが、無事に大役をこなしていたのはさすがだなと思いました。どれも会場で見ていて、試合は心揺さぶられ、ハロウィンイベントは癒されました。そんな激闘続きのお二人ですが、試合後の体のケアはどうされてますか、また試合後には打ち上げなどあったりするのでしょうか。よろしければ教えていただけると幸いです。そして最近寒くなってきますので、体調など気をつけて頑張ってください。ありがとう、ありがとうございます。どうでもいいけど長くない、すっごい、ありがとうございます。ありがたいけどちょっと長すぎるから、コメント手紙じゃないから読めないから、読めないから、全部読めないでしょ。ね、すごい心配していただいたり、うん、ね、本当試合のことも気にしてくれて、はい、すっごいありがたいんですけど、もうちょっと短くしていただけると番組も終わっちゃいますから、はい、ありがとうございます。また短いコメントでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。あと、なんかですね、うん、聞いてること、あ、おけがは大丈夫でしたか、ジャガーさんは。いや、私全然怪我してないんだよ。怪我してない。それに、はい、場外で結構大きい技を受けて、そのまま動けないと思ったらカウント10で、何、場外カウントアウトで負けちゃったの私。あ、そうなんですね、うん、5対5ではなくて10人で、はい、5-5に分かれてんだけど1人になるまで戦うやつで、チャンピオンである尾崎への挑戦権を、なるほど、でとっととっていうか30分ぐらい戦ってと思うけど、30分もで、はい、私は場外で上がれなくて負けてしまったんだけど、はい、その人だよ、1位になった人多分1時間ぐらいはやってると思うんだよ最低、1位になったらそのまま尾崎に挑戦だから、あ、もう休まずに、そう、すごいですね。でも確かバカだ、尾崎楽しようとして負け上がって、あの兄貴、なんだ、水波さんが取ってましたね。そうなんだよ、すごいなと思って、すごいスタミナと頭も使いますもんね、うん、いや、あいつ頭使ってるように見えないけど使ってんだと思うんだよね、やっぱり。あと体力でいってるか、あの子はすごい面白いから。あ、そうなんですね。戦い方が面白くて、もサリーとこも当たってほしいな。水波面白いよ本当に。あ、そうですよね、うんうん、いや、あそこ本当にね、フリーの選手が多く参戦してるから、うん、いい選手本当いっぱい呼んでんだよね。あ、そうなんですね。オズアカデミーは本当すごい興行として、すごいこうなんていうのかな、まとまってるというか、いろんな選手出てますもんね、うん、客観的に見て面白いと思う。あ、うん、そうなんですね、うん、なので本当あのうちの木下も
JJ も見に来てんだけど、はい、面白いとよ、やっぱり言ってるので。そうなんですね、所属が少ないのにすごいですね、うんうん、そこまでビッグマッチも立派にやってるので、うん、すごいなと思う、客観的に見てね、うん、楽しいしね、やっぱ戦って楽しいの ですよ、ね、だからみんないい試合になるよね、うん、楽しいから。いや本当ですね、うん、はい、なのでとにかく短くね、短く、はい、ちょっと読むの大変だわ。これがだって10通ぐらい来てたら、そう、すみませんね、すっごい長くお手紙みたいに書いていただいて本当にありがたいんですけど ねきっとサリボーのファンの方が多いと思うんですけど、これ見てください、これね、これ読んでる間に全部他のことが何にもできなくなってしまいますので、どうか短めにたくさんください、たくさんください。そう、あの怪我、うん、多分自分 の、うん、この間流血栓をしてしまって、うん、そうだそうなんですよ、今聞きました、ここ塗ったそうです、ホチキスね、ホチキスで、だからそれを多分皆さん心配して長くなってた、言ってあげて、そう、うん、あのもう大丈夫なので安心してください、もうびっくりしました、もうバシというか、はい、取ってもう取って、うん、大丈夫です。まあそこ殴ったら痛いんだよね、痛いですね、ここまだ痛いそうです。当たったらやらせていただきます。今度組みますので、はい、12月、まだ大丈夫だわ、11月に守ってあげなきゃ、そうですね、お願いします、うん、はい、そうだ、12月ね、久しぶりに組むんだね、あ、そうです、11月ですね、あ、11月の5日、うん、はい、ストロングスタイルプロレスの興行で、はい、そうですね、サリーと久しぶりに組みます。ぜひ応援に来ていただければと思います。よろしくお願いします。本当になんかあの激闘で、うん、あのケアとかされます、ジャガーさん。いや私はね定期的に、はい、まあ、治療に行ってるかな、うん、なんていうのか、カイロプラティックみたいなところ、カイロ行ってるね、うん、今カイロ行って、まあ、ボキボキやるのはダメなので、うん、だからカイロ行ってるの意外と調子いい。あ、本当ですか、うん、調子悪いと行くので、うん、なんともない時は自分でストレッチとか、ストレッチとかやって、ね、はい、体温めたりして治してますね。疲れはそれぐらいでしょう。そうですね。ね、怪我をしてしまうとやっぱ行かないとならないですけど。そうですね、確かに。はい、自分もあの今日も治療に行ってきて、うん、やっぱ体のメンテナンスはしっかり、うん、必要だよね。してますね。はい。やっぱねメンテナンスとかがもう大事だけれど、うん、治療とか行ってますのでね。はい、行ってます。あのやっぱ調整して、うん、はい、あの。まっすぐじゃないといけないので体はね、だいたい歪んでるもんね、そうですね、私ね、はい、普通の生活をしている方も歪んでるので、うん、やっぱこう調整された方がいいと思います。そうですね、まっすぐがいいのでね、やっぱ、うんうん、定期的にケアは皆さんもしてください、はい、うん、やっぱりね、あのお医者さんも合う合わないがある、治療院もね、だからそういう意味ではいろんなとこ行って自分の合うところをね、はい、探す必要があると思いますので。そうですね、はいね、はい、うん、あとねもう一個あってですね、あの、はい、試合後の打ち上げとかってありますかって。打ち上げほとんど試合の後はすぐないね。そうですよね、すぐあるとこっていうのは私ぐらいじゃない、私の周年1年に1回の周年興行の後はやったりもしますね、はい、まあ1年に1回なので、はい、ただ興行年中打ってる団体さんはそんな年中やっぱ打ち上げやったりはできないので。そうですよね、うん、スケジュールもありますし、うん、やっぱ経費もそこまで出ないですもんね、うん、年中は、うん、私1年に1回なので、飲みたいから終わった後にほっとしてやります。私はでも強制はないので出れる選手だけでやります、うん、はい、はい、そうですね、ありがとうございます。サリはそういうの好き嫌い。自分打ち上げは あんまりなんかないですね。少ないでしょ今ね。少ないですね、うん、であとコロナ禍とかもあったのからか、うんうん、ね、減りましたよね、すごく。そうかもしんないね、うんうん、そうですね、うん、はい、ありがとうございます、うん、ありがとう。じゃあコメント次いきます、はい、月影葵さん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、ジャガーさん、サリーさん、こんにちは。こんにちは、先週末それぞれお疲れ様でした。お疲れ様です。私なんかサリーの3倍ぐらい年取ってんのにね、はい、本当に。いやいやジャガーさんはすごいです本当、私は日曜日配信でディアナの試合を見たんですが、ナナミさんとのタッグを組んでの、リナ・ほのか、リナ・ほのか戦を見ていて、どんどん若手のレベルが上がっているのを実感して、これからがとても楽しみになりました。ありがとうございます。そうなんですよ、ディアナ本当に充実しててですね、うん、若手がたくさん入ってきてどんどん育っております。なのにどんどんこうちょっと押し出されそうな勢いをちょっとしがみついておりますけれど、本当にディアナ楽しみになってきております、うん、はい。だってもうナナミがだよ、ナナミがもう先輩の方になってきてるから。うわ、いやでもたくましくなってきてるしね。
頼もしくなってる。うん、やっぱ体があるっていうのはすごいですよね。体だよね、やっぱプロレス、はい、もう本当にちっちゃい体だしね、大変だったもんね。はい、もう自分なんて七海に小学校6年生ぐらいから抜かされてますから、身長は七海の方が出会った頃から七海の方がでかいぐらいな。いや私がデビュー戦やった時はちっこかったんだよ、小学校4年だったっけ。3年か2年、あれ中1じゃなかったですかね。あ、中1だったっけ。はい、でもちっちゃかったのよまだ。ジャガーさんよりちっちゃかったでしたっけ。ちっちゃかったのまだ、すぐ抜かれたのよ。そうでした、うん、ちっちゃいからまだ大丈夫だな、細いしみたいな。細かったですよね。いやでもね、私浴びせ蹴りぐらいで決めてやろうと思ったんですけど、はい、3回やってもあげる、はい、やってもあげるから、もう最後パイルドライバーやっちゃいました。もうセコンドで見てました。ナナミ何すごいなと思って、お音だけだってみんなに言われました。全部返してましたもんね。すごいよ、あのすごい、うん、無我夢中で負けるもんかのね、気持ちがすごい出てた。素晴らしい。いや、うん、何やっても返してましたもんね、うん、返してたわ。終わりたいんだけどみたいな話、ね。すごかったですね、あれは伝説のデビュー戦。本当伝説です。一生残ります。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、ミヤムーさん。ミヤムーさん、ありがとう。いつもありがとうございます。長いもしかして。いや、まあまあですね。まあ15秒ぐらいありますけど、はい、短くお願いよ。じゃちょっと早口で言います、はい。サリーちゃん、ジャガーさん、こんにちは。じゃ今週はきっと皆さんから勝利のお祝いメッセージがたくさん届いてると思いますが、サリーちゃん、ボジラから勝利防衛、うん、本当におめでとうございました、うん、とても嬉しかったです。最後は腕を決めてギブアップ勝ち、サリーちゃんの闘魂を感じました。そして高橋七重選手との防衛戦もきっとすごい激闘になりそうですが、会場に行ってサリーちゃんへ声援を送りますね。頑張ってください。そして11月5日のストロングスタイルでは、ジャガーさんと2人でのタッグの試合がありますね。そうなんです。はい、こちらも勝利を願っています。お二人でのタッグ今後もたくさん見たいです。最後に、気温がいよいよ肌寒くなってまいりましたが、お二人とも風にお気をつけくださいませ。はい、ありがとうございます。いやそっかそっか、はい、ボジラ、ボジラっていう、もうめちゃくちゃでかい外国人、うん、どうだった、どうだった、ドイツ人の選手がいて、うんうんうん、もう力が半端ないので、そっか、はい、もう何やられても吹っ飛ばされて、うんうん、もうさ、椅子でももう思いっきり投げられて、うん、見たな、それね、見たわ。はい、もうすごいよね、あれテーブルを越してだっけ。あ、そうです。自分が投げ、投げられた、はい、投げたんですよ、テーブルには。そしたらもうそれで勝ちにこうつなげられたなと思うんですけど。あ、そっかそっか、はい、なんかあんたもひっくり返ってたのに。自分もひっくり返ってましたね、結構。はい、いや、すごい迫力だったよ。いや、あそこの部分しか見てないのよ、私。本当ですか、すごかった。ちょっと安心、ほっとしてますね、うん、今。そうだよね、防衛できて、はい、本当おめでとうね。いや、ありがとうございます、うん、やっぱがもうサリーのガッツだよ。ガッツで勝つしかないんだよね。いや、そうですね、もう絶対負けたくなかったし、もう、はい、やっぱそういう気持ちをなくしちゃダメだよね、はい、プロレスってやっぱ見せる商売ではあるんだけど、うん、勝利につなげていくっていうことをね、やっぱ考えて、はい、うん、いかないといけないので、はい、もちろん受けの美学はあるけど、うん、受けるから返すところがある作れるっていうことなので、うん、はい、そこをね、やっぱり履き違えると変な風に捉えてしまうんですが、はい、私はそのために頑張っておりますので、うん、ぜひそこを覚えておいていただければと思います、うん、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で、ここにもで、コメントが結構いっぱいありますね。じゃあ、もう、リコソラさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いつも何、リコ、リコソラさん、リコソラさ ん初めて聞く名前じゃない。なんかでも前回もいた、はい、いつも応援してくださる方なんです。ありがとうございます。リコソラさん、リコソラさん、ジャガーさん、サリー選手、いつも楽しく拝見しています。こんにちは。先日のボジラ選手との死闘、すごい試合でした。令和の時代に昭和のアントニオ猪木さんを思い出せる熱い闘魂のある試合でした。ボジラ選手相手に対等に戦い勝てる選手はサリー選手以外いないと思いました。プロレス界で闘魂の文字を使える唯一無二の選手だと実感しました。額の怪我はだいぶ良くなったみたいですが、無理しないでください。11月5日、ジャガー横田選手とサリー選手がタッグを組むので
めちゃくちゃ楽しみです。お二人とも怪我などに気をつけて、これからもプロレス界を盛り上げてください。ありがとうございます。本当に嬉しい、ね、大きいもんね、みんな心配するね、ボジラとの試合はね、もう、はい、みんな心配してくれて、うん、のてかもう元気なんで大丈夫です、ね、血出てまだ痛いそうです、はい、ま、バッシュはしてるけどね、はい、中が残ってるからね、そうですね、まだね、はい、でもどうにか大丈夫ですから、はい、はい、大丈夫です、ありがとうございます。じゃあどんどん行っちゃって大丈夫ですかね。行っちゃって大丈夫じゃない。はい、テツさん、うん、ありがとうございます。テツさんいつもありがとう。ジャガーさん、サリーさん、こんにちは。いつも楽しく見させていただいてます。サリーさん、大流血のボジラ戦すごい試合でした。裏投げを決め見事に勝利、感動した。裏投げできた、裏投げ投げれました。バーすごい、はい、すごいすごい。でもちゃんと自分の思う、いつものあれではなかったんですけど、うん、でも投げれた、投げれたので、うん、大きいもんね、はい、うん、よかったなと、うん、本当だよ、はい、うん、それは返されちゃったんですけど、はい、そっか。で、2日後のハロウィーンイベントで、うん、チャンプちゃんと共に元気な姿を見れて安心しました、うん、傷口の状態はいかがでしょうか。回復を祈ります。5日ストロングスタイルプロレスでのジャガーさん、サリーさんのタッグも楽しみです。応援に行きます。ではジャガーさん、サリーさん、これからも頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます、ね、みんなあのボジラ戦で怪我したから心配してるもんね、はい、心配、はい、それはそうだよ。そうですね、うん、はい、でも元気なんで、もう安心してください。はい、うん、本当元気だよ、うん、今日も元気だったから元気です、はい、うん、会った時に顔色を見るので最初にね、 ありがとうございます、うん、はい、5日の試合すごい皆さん来てくれるって言ってますね。嬉しい、嬉しいです。久しぶりなんで本当に、ね、サリーと組んでね、いや本当に、うんうん、めちゃくちゃ久しぶりですよね。ジャガーさん、タッグ組ませていただく、うん、はい、ガンガンやろうぜ、ガンガンお願いします、うん、はい、さっきなんかあの、うん、コメントもっと読んで大丈夫ですか、時間的。大丈夫、あのちょっとね、1個ね、はい、あの1個じゃあとりあえずあの、スポンサーさんを1個だけ紹介させてください。田園調布税理士事務所さんですね、代表山内先生です。いつもありがとうございます。ありがとうございます。経理サービスや確定申告もお願いできますね。ゲストを出演されてですね、はい、人柄がいいところが皆さん分かっていると思うんですが、私たちは分かっております、はい、なのでとても相談しやすい先生ですので、うん、こちらフリーダイヤルの方にご相談いただければと思います。はい、はい、電話番号は0120-834-459、 0120-834-459 でお願いします。こちらに、ぜひご相談いただければと思います。山口先生、いつもありがとうございます。ありがとうございます。いや、もうずっとスポンサーになっていただいてもう長いので、いや本当ですね、ね、うん、やっぱり皆さん相談してくださいよ、はい、ね、やっぱりこれコマーシャルプラススポンサーさんなので、そうですね、やっぱりちょっとね、相談できることがあったら相談していただければ、うん、はい、と思います、うん、はい、はい、じゃあ、じゃあ続きを、はい、もうちょっとあったらもう一つスポンサーを、はい、はい、紹介します、源流さん、源流さん、ありがとうございます。ジャガーさん、サリーさん、こんにちは、先日のマリーゴールド後楽園大会観戦行きました。大怪獣ボジラに勝利し初防衛、うん、おめでとうございます。あの巨体に向かっていくのが頼もしかったです。ところどころ猪木対ベイダー戦をあのなんか感じが分かんないんですけど、すいません、分かります、難しいね、これちょっと難しい、ね、私もこっちが分かんない、想像させるみたいな感じだと思うんですけど、ね、場面があって、棒普通、棒、はい、なんとかだよね、きっとね、はい、あの漢字やめてもらいます。2人とも中卒なんですいません、はい、なんか結構皆さん振り仮名振ってくれてるんですけど、お願いしますよ、お願いします、はい、で闘魂感じました、うん、傷もですが、あの巨体から、うん、あの繰り出された、攻防のダメージは回復しましたか、うん、はい、ね、みんな同じ、みんな心配なので、みんな同じ心配、もう本当、はい、そうですね、でもあの体はボロボロだったので、うん、もう治療に励んでました、うん、はい、いやでもガッツで乗り越えますよ、すね、うん、今も一番も強い選手の一人ですからね、そういう意味ではやっぱ軍小痛いかゆいなんか当たり前なんで、うん、そうですね、うん、もう当たり前なんで、そんなに負けてらんないよね、はい、本当に、もう痛いのがプロレスなので、もうしょうがないです、分かって入ったもんね、はい、分かって入って、うん、なので生きてる限り大丈夫なんではい、大丈夫です。痛いとか血出るぐらいじゃ死なないから、いや本当そうですね、うん、はい、うん、なのでぜひこれからも応援してあげてください、うん、ありがとうございます、はい、そしてはるさん、はるさん、ありがとうございます。
サリーさん、ジャガーさん、こんにちは。こんにちは。この前熊本駅前プロレスでお会いできて嬉しかったです。ありがとうございます。今自分は中3で受験生です、うん、おー、うんうん、将来の夢はプロレスラーなんですが、うん、お家でできるトレーニングなどあったら教えてほしいです。いつも2人のプロレスもラジオも元気もらってます。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとう、ね、ありがとう。プロレスラーなのに受験いらねえんじゃないかと思って。なるほど。してないし、私たちとも。私たちは中卒でプロレスラーになったんです。あのね、受験で苦しんで、うん、あのせっかく受かったのにプロレスラーになったら親がっくりきちゃうよね。なので、はい、今決めた方がいいね。今だって高校行くんならね、やっぱり行った方がいいと思うし。そうですね、今の時代はね、やっぱ勉強してからでも入れる、うん、寿命が長くなってるのでね、うん、だからそういう意味ではしっかりと進路を決めた方がいいと思いますよ。中途半端だよ、どっちも、うん、と私は思っちゃうけどね、はい、勉強することもすごく大切なことだし、うん、プロレスを早く入って、うん、まあ早く上がっていくために、うん、っていうのも一つだしっていうことですよね。うん、なので、どっちも中途半端になる方が良くないとは思います、うん、だってもう受験って本当私息子がやってるから分かるけど大変なのよ。そうですね。なのに、プロレス選んじゃうのってなったら意味なくなっちゃわないかなっていうふうに思ってしまうんだよね。なんか高校卒業して入ることが結構多いですよ ね、うん、いいね。なんか資格がね、やっぱ高卒の方がなんかって言いますよ ね、うん、ね、今中卒当たり始めたらもう私辞めれないから。辞めれないです、うん、私。だからそういう意味ではやっぱ高校卒業した方がいい場合もあります、うん、寿命が今ってプロレス長くなっているので、うん、だからそういう意味では焦ることはないと思うので、うん、そうですね、しっかり受験していい高校に入って、うんうん、それでしっかり3年間勉学に励み、うん、まあ練習しながらですか。そうですね、うん、でもやっぱりトレーニングってもう首ですよね、うん、首はやっぱ鍛えといた方が。だけど素人の人普通首って鍛えないじゃん。あ、確かにそうですね、うん、だからやっぱり筋をゆっくり伸ばすとか首を回すとか、うん、そんな基本的なことをやるぐらいでいいんじゃないでしょうか。そうですね、レスラーになってからやればいいので、うん、そんなこんなブリッジとかやらないですから、その人。そうですね、テレビ見てる時にこう首を上げとくとか、うんうん、そう寝っ転がってる時に寝ておへそ、うん、そうですね、おへそ見るともうそれだけで3分やったら首上がらなくなる、うん、なるから絶対それはやっといた方がいいかもしれない、うん、あとスクワットはもう絶対ですよね、腕立てスクワット、うん、今だってやっぱ別に学校でそういった練習もあるでしょ、うん、スポーツのスポーツの部活だったら。そうですね、部活だったらやりますね、うん、だ部活のやっぱ基礎トレーニングをしっかりやるだけでも十分だと思いますよ、うん、そうですね、プロレスはプロレスの練習ありますけど、うん、基礎体力をしっかりあの学生のうちにつけておいて、うん、入ったら あと受け身を覚えるだけなので。そうですね、うん、で受け身を先に覚えとこうっていう方もいますけど、プロレスの受け身とちょっと違うので変な癖がついちゃうと、あ、とってもそうです、ね、ちょっと、うんうん、めんどくさいかな、うん、だから受け身は入ってからでもいいと思うんですけど、基礎体力をしっかりつけて準備しとくっていうのが大事だと思います、うん、はい、はい、デビューするの楽しみにしてます、うん、サリーは、サリーは待ってられるから戦えるぞ、楽しみ、うん、はい、はい、ありがとうございます。安観光さん、安観光さん、いつもありがとうございます。こんにちは、ジャガーさん、サリー選手。朝は冷たい雨でしたが、うん、お昼から晴天になりました。いよいよ明日はハロウィンです。なんか仮装してパーティーをする予定ですか、うん、全然しないね。そう、はい、ね、やっぱりほら、うん、JJ がね、インターナショナルに行ってたので、そうです、はい、そういう習慣があったんだけど、子供がでかくなるとやらなくなるじゃん。あ、確かに、うん、ジャガーさん仮装とかされてたんですか。うん、ちっちゃい時はなんかちょっとしてたよ。どうやったっていうと、ちょっと簡単に終わるやつめんどくさいからだから JJ も去年は女装したりとかしてたよね。なんか、なんかここ最近女装、それはな、違うやつから、なんか違う時に、そうか、なんか変なこと考えるからちょっと分かんないけど今年は何やんだろうね、学校でやるんじゃないのかな。なるほど、学校で、うん、っていうかもう、今日、明日31ですよね。明日ね、明日ですね、いや何やるんだろうね。
そうですね。いや、私は何もしません。あ、じゃあ、じゃあ、え、サリバー自分もあのハロウィンパーティーを、あ、そうか、この間やったんですよ、イベントで。あ、早めにね、早めにやって、うんうん、すごい楽しかったです。え、何、かぼちゃみたいな、かぼちゃの衣装みたいなの着ました。あ、ほんと、はい、かぼちゃって普通はアホ臭いけど、あんたやったら可愛いのかもね。普通はやったらバアホみたいだよ。アホみたい、ドレスみたいなのなんか着ちゃって、うんうん、もうすごい恥ずかしくて、普段そんな服装しないのに、後で写真ジャガーさんにお見せします。見アホみたいとか言っちゃって、アホみたいななんか格好しちゃいました。笑っちゃいますけどね、はい、あのね、可愛いんだけど内面がちょっと男らしいのよ。いや、そうです、もう恥ずかしくて出ていくのが、お客さんの前に。いや、でも可愛いとか言われたんでしょ。すごい言っていただいて、可愛いだろうね。嬉しかったんですけど、サリ病なら可愛いと思います。もう自分でちょっと嫌でしたね、許せないぐらいぶりっ子みたいなコスチューム着ちゃったんで、恥ずかしかったです。あ、これこれ、もう恥ずかしい。下がね、でも似合うじゃん、可愛い。本当ですか、これ犬、うん、自分の犬もかぼちゃ着せて、あら、可愛い。はい、うんうん、大きくなったね。そうなんです、大きくなった。ありがとうございます。いや、可愛いね、これを着ました。はい、うん、可愛いよ、サリボン。本当ですか、でも普段こういうの着ないので、ちょっと恥ずかしかったです、ね、いや、顔だけは似合わなくないんだよ、はい、性格は似合わないだけ。性格が似合わない、うん、でももう服もパツパツなんですよ、うん、普通のが。あ、そっか、はい、でも XL サイズ買ったのにパツ。そう、意外とでかいのよ、腕が入んなくて大変でした、うん、だって何年前だろう、3年ぐらい前でも L とか LL とかでじゃなかった、はい、そうですね、確かね。もう腕だけがもう入んなくて。でもね、やっぱパワーある時、私もそうでしたけど、やっぱすごいのよ、太くてね、もうお尻の方の太もものとこと腕が入んないですね、うん、そうでしょう、わかるわかる。本当になので、大きめを買ってあげてください、皆さん。大きめね、はい、ありがとうございます。はい、はい、そしてマロンさん、マロンさん、ありがとうございます。ありがとう。こんにちは、ジャガーさん、サリー選手、早いもので10月も終わりですね。暑かったせいか、なかなか秋を感じられませんでしたが、ここ数日は朝晩が冷え込み、秋らしくなってきました、うん、コメントが多数今日も来てると思うので短めで失礼します、ありがとう。サリー選手、おでこの怪我は良くなりましたか？今日は豚汁を作りながら聞いています、うん、お二人とも温かい栄養のあるものを召し上がって、怪我なく試合頑張ってください。名古屋よりいつも応援しています。ありがとうございます。嬉しいですね、なんか温かいコメント、温かい、本当温かいですね。いつもありがとうございます。本当、私けんちんとか豚汁とか大好きなんですよ。やっぱ ね、具材がいっぱい入ってる、あの味噌汁っていうか、おつゆみたいなものが好きだから、はい、ジャガーさん、おつゆ好きですよね。好きなのよ。はい、なんか、うん、わかります。なので、豚汁とか大好きだな、本当に、うん。脂身がないとこだけどね。あ、そうですよね。脂身、ジャガーさん、ダメなので。はい。サリは大好きです。自分は大丈夫で大好きです。はい。ありがとうございます。はい、そしてですね、ヤーさん。ヤーさん。ありがとうございます。ねどう。ジャガーさん、横浜文、文化、横浜文化武道館、武道館、ごめんなさい、もう一回読み直します。ジャガーさん、横浜武道館、お疲れ様でした。お疲れ様でした、ありがとう。ありがとうございます。まだまだベルトを狙っていく向上心に頭が下がります。サリー選手、名古屋での、暁千佳選手のデビュー戦の、対戦相手、立派に務めていました。これからも、続くタイトルマッチも頑張ってね。 TikTok も、うん、ありがとうございま す。どうだった、デビュー戦の相手は。デビュー戦のすごい、うん、この暁千佳選手って、うん、マーベラスの新人さんなんですけど、うん、めちゃくちゃもう基礎体力が良かったですね。すごい、スポーツ歴ないらしいんですけど、うんうん、もうそれこそ太もも、足がもうしっかりしてて、いや、しっかりトレーニングやってるんだね。トレーニング相当したと思います、うん、でエルボーとかも思ってたより全然すごくて、うん、いやー、将来がこう楽しみすぎますね。本当だね、はい、まだデビューだもんね、デビュー戦だもんね、はい、18歳みたいですね、いやー、伸びしろがすごいね、すごいですね。いや、18歳、長代さんのこの千っていう、うん、あの字をもらったみたいで、本当だ、素晴らしい、はい、いや、そんだけ期待できるで、ね、期待できる一人なんだよ、はい、ちぐさもね、そうですね、一つだけ今度ちぐさの草も誰かにあげないと、はい、そうですね、本当に。で、次デビューする選手もいるみたいで、うん、マーベラスさんで、うんうんうん、その子にはなんかイロハ選手 の漢字が入って、あ、そうなんだ、青で空っていう名前で、なんかすごい愛情たっぷりだね、はい、すごいですね、うん、いい意味で、まあ、ちょっと本人は嬉しい思い、いや、本当そうだと思います、ね、負けないように、うん、名前に負けないように頑張らなきゃいけないから、はい、そういう意味では
うん、でも期待されないよりされた方がいいの で、 そうです、ねね、頑張ってもらいたいなと思いますね、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。ヒデさん、ありがとうございます。ありがとう、いつもありがとう。海外国内、各地での戦いお疲れ様です。サリーさん帰国され、この1年半ドリームマッチの数々、最高の試合内容、幸せでいっぱいです。ファンも日頃辛い時苦しい時、太陽神の曲が頭に流れ、気合を入れて頑張ってます。いつも幸せをありがとうございます。いやこちらこそです。本当に、ね、ありがたいよね、はい、そう、ありがたいです。本当にそう思って見てもらってることが嬉しいよね、はいはい、ね、私たちはそう思ってもらってるから、それで元気になるもんね。そうですね、逆にもうたくさん元気いただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、まだあります。じゃあちょっと先に、はい、北斗星さん先にやろうかな。はい、お願いします。時間過ぎちゃうとあれなので、はい、北斗星さん代表は川口さんです。中古車販売、特に軽バンがおすすめです。はい、そして軽貨物や配達もしてくれるそうなので、うん、ぜひ、こちらの、アプリの方にですかね、そちらに、わかりますかね、はい、はい、まずコマーシャルを先に見てください。北斗星さんにやってきました。ではカーリース業について説明をお願いします。はい、ありがとうございます。カーリース事業を担当しております藤木と申します。当社はですね、こちらのエリア軽の箱番から、普通車まで、車の方のリースの方をやらせていただいております。いや、でも綺麗ですね。そうですね、こちらに新車のよう。そうですね、こちらにあるような新しいお車からラインナップの方を取り揃えておりますので、いろんなものを選んでいただければと思います。この黒いナンバーは何ですか？こちらの黒いナンバーはですね、はい、事業用のナンバーといいまして、お仕事で使われる方はこちらの黒いナンバーを取得するような形になっております。かっこいいですね、黒いナンバーも乗ってみたいわ、私、黒いナンバー。そうですね、よろしければ、ジャガーさん1台お買い求めいただければと思います。本当に、何に使おう、宣伝カーでしょう。そうですね、宣伝していただければ、ね、はい、ね、今度はこれ、福祉車両ですか、はい、そうですレンタル、当社、先ほどの軽バンとは別に、車椅子が乗れる車、あとはちょっと足腰が不自由な方が乗れるような車のレンタカーも取り扱っております。こういう車で、ご家族でどこかちょっとお出かけになる時とかのための車なので、よかったらお使いください。こちらは車椅子は入らないんですけれども、はい、ちょっと足が弱い、おじいちゃんばあちゃんとかのステップがついて、乗り降りがしやすかったりとか、手持つところがいっぱいあるので、乗り降りがすごく安心というか便利。ここに一段ありますからね。これも私も乗りたいわ。これで楽ですね。ちょっと見てみて、ここの手すりも柔らかいし、テープつけてもね、この車いいですね。いちいち買ったりするのはなかなか大変ですからね。そうですね、お金がかかりますので、ジャガーさんのご紹介であれば、はい、お届けに行きます。いや、届けてくれるそうですよ、はい、北斗星さんに来てね。待ってまーす。カーショップ北斗星さんでは、事業用軽バンのリース事業、そして福祉車両のレンタカー事業、こちらに大注目です。はい、カーショップ北斗星さんでした。ありがとうございます。この番組ではですね、スポンサーさんを随時募集しております。こちらの方に、はい、画面が出ると思うんですけども。あ、画面が出るんだ。はい、こちらですね。あ、こちら、はい、そうだわ。さあ、今画面出ますね。はい、はい、スポンサーになってくださった方の、業者様にの CM にね、うん、作ったりとかもできるんですよね。そうなのよ、これが手作りの CM というか、はい、楽しかった。今、北斗星さんの見ていただいたように、はい、パウンティー作ることができますので、はい、ぜひスポンサーさんになっていただければと思います。お願いします。はい、随時募集しておりますので、はい、いつもご連絡いただければと思います。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、はい、試合スケジュール、試合スケジュール、はい、はお願いします、うん、じゃあ自分から行かせてもらいます、うんうん、11月の2日、うん、マリーゴールドの北海道大会にガトーキングダムっていうところでやらせていただきます。うんうん、昼夜で
チア。これが多分夜の部で、5時半からなんですけども、昼お昼もあってですね、うん、1日2試合やります。これ12時半からで、はい。で夕方からもう一回。そうですね。でもう一回。そっかそっか。北海道でやってきます。これまたボジラと対戦するっていう。あらららら対戦。もう慣れてんじゃない、一回戦ってるから。そう、もう三回当たってて。ね、絆が壊されないように。いや本当です。守ってあげないと。守ってあげなきゃな。ね、はい、でも絆も強くなったのかな。しばらくちょっと会ってないので私は。だいぶ、良くなってると思います、ね、頑張ってますね。顔もちょっと、はい、私デビュー戦ぐらいは当たってると思うので、はい、だいぶこうなんか引き締まってるもんね。そうですね、うん、ただの愛子ちゃんじゃなくなってきた。やっぱライバルがいっぱいいるので、うん、同じぐらいのこうレベルの子たちがいるので、変わるよね、それね。変わると思います。ライバル、いいライバルにね、ぼーっとしてられないですからね。そうそう、いいライバルに出会うと、はい、どんどん伸びていきますから、うん、はい、本当ですね、うん。で夜は高橋七重選手とタイトルマッチが、11月14日に決まってて、前哨戦っていう形で多分組まれたと思うんですけど、はい、これも楽しみですね。前哨戦だ、はい、負けられないなって。七重もすごいからな、やっぱキャリアと両方だもんね。いや本当そうですね。体も大きいし、はい、何やられても怖くないだろうしね、あの体。そうですね。でやってくるのはハードだからね。はい、めちゃくちゃハードなので。もう 全日本女子プロレス出身だからね。そうですよね。やっぱり基礎ができてると思うんだよね、はい、うん、でも自分も、もうジャガーさん、うん、そうだよ、京子さん、伊藤さんもみんなさんに、そうだよ、全女の流れをしっかりと魂を受け継いでるから、はい、はい、負けられないです。負けられない、はい、頑張ってきます、ね、ぜひあの怪我のないように思い切ってやって大丈夫だから、はい、ね、楽しみにしてると思うので、はい、頑張ってきてください。ありがとうございます、はいはい。そしてですね、私の方の直近の大会なんですが、11月3日は、ディアナのあれですね、台湾興行ですね。あ、はい、こちら台湾行ってきます。台湾に行かれるんですね。行ってきます。台湾に行ってきます。もうほんと結構ハードで、でも私は一泊一日前に行きます、私の場合は。あ、そうなんですね。みんなは日帰りみたいな感じですよ。へ、選手たち他の、私はちょっとスケジュール変えてやってるので、はい、ちょっとお年を召してるのでね、やっぱりゆっくり休まないとっていうことで、私は1日前に行って、次の試合やって1日泊まって2泊3日で行ってきます。2泊3日で。なので台湾を満喫しようと思ったんだけど、はい、ちょっと友達と一緒に行くんだけれども、はい、通訳いないんだけど大丈夫かな、今なんとかアプリとかやれば喋れるのかな。なんか大丈夫じゃないですか、ね、英語とか。英語で喋れるの？英語台湾とかってなんか英語で通じないですか？英語じゃ通じない、ね。そこまで言ったら日本語どうにか近いんだから、顔似てるし。でもなんかいっぱいかいそうですけど ね通訳はつけてないのよ。だから大丈夫かなと思って。通訳つけられるんですもんね、韓国とか。そうだね、そうだね。すごいですね、そんなセレブで。いやなんだけど、ほら買い物とかするのに不便じゃん、言ってもらわなきゃならないからね。確かにそうですよね。値切ったりとかも、できないですもんね。ね、だから値切られるって分かって高めにしてるところもあるからね。ああ、そうなんですね。国によってはだから、そういう意味では値切るのが当たり前っていうところもあるから。あ、確かに、そういう意味ではまともに買ったらアホくさってなっちゃうから。そうですよね、だからそういう意味ではちょっと値切りたいと思います、はい、脅さない程度に。脅さないで捕まりますから。はい、はいはい、でもすごく楽しみに、初めてなので、やっぱ台湾。そうなんですね、うん、行ったことないです自分も台湾は、ね、うん、ちょっとどんな感じが見てくる、ね、見てくるからね。はい、なんか美味しいらしいですよね、ご飯がすごい、ね、台湾って やっぱでも中華みたいな感じなんだろうね。中華みたいな、はい、うん、すごい楽しんできてください。しっかり食べて、お土産はなんとかのみとかでいい。あ、なんとかのみで、ね、なんか探してくるよ、はい、ありがとうございます、うん、いつも本当に、ね、こちらこそ。はい、うん、なので、ね、私はディアナの台湾興行行ってきます、うん、そして11月5日はサリーと一緒のストロングスタイルプロレスですね。そうでした、そうです。はい、こちらで、はい、サリーと組んで、クイーンをぶっ飛ばそうと思っております。そうですね。まあ、やぶはね、ペアではあるけど、敵だったら、まあ、もちろんね、はい、やるときはやりますから。そうですね。うん、でも、やぶしささんと対戦するのも、すごい久しぶりなので。うん、そう、楽しみだよね。楽しみですね。やぶした、ちょっと馬鹿にできないよね、やっぱりやってるので。ああ、そうですね。やっぱ関節がやっぱ得意なので。
そういう部分ではうまいんだよね。かっこ、かっこいいかどうかは別なんだけど、技入るのがうまいのやっぱり。うん、なるほど。そういう意味では本当気をつけた方がいいよ。はい、うん、気をつけます。キレがやっぱ違うんだろうね。いいですね、あの投げたりとか。そう、投げてからの柔道の、はい、そう、なんか関節の取るのが早いとかさ。そうですね、はい、やっぱそれ辺はやっぱもうプロ、うん、プロだよね。そうですね、だからお互いに気をつけましょう。はい、うん、ね、楽しみです。ジャガーさんと久しぶりのタッグ、本当負けられない。応援に来ていただければと思います、はい、お願いします。はい、はい、で、あれですもんね、うん、11月6日この大会の次の日がまた、うん、このラジオで、そう、アズミリなので。そうですね、今回は3回あったんだっけ、今月。あ、3回ありましたね。3回あったと思うんですよね、はい、今年は今月、うん、今月10月が。なので結構また来週なので。そうですね、1週目の水曜日なので、うん、ぜひお見逃しなく見ていただければと思います、はい、よろしくお願いします、はい。今日はね、サリーと久しぶりにね、終わった後にご飯食べに行くんだ。はい、楽しみです、ほんと久しぶりに、うん、ジャガーさんとゆっくり。結構年中会ってるようだけど、うん、食事ね、なかなか一緒に行かれないので。そうですね、ここでバイバイって外でバイバイとかして、バイバイ気をつけてねって。そうですね、することが多いんですけど、はい、今日は楽しみ。ちょっと車を置いてきてもらって、はい、ね、ちょっと飲んでもらえればちょっと、はい、うん、嬉しいです、うん、よろしくお願いします。よろしく、はい、うん、そんな感じ。試合はそんな感じですよね。そうだね、もう6日まで、うん、6日までなので、うん、でも私今月終わる頃に 2試合続くとか3試合続くとか結構あったんだよね。あ、3連戦とか2連戦。そうなんですか。この間2連戦だったかな、先週の土日かな。あ、うん、オズの、そうだったんですね、オズの武道館とその前の日がどっかだったな、うん、ジャガーさんどこだっけな、大津さん、分からないよね、ね、そんな私は過ぎちゃうともう忘れちゃう、過ぎるともう、あ、無事終わったみたいな。そうですね、でこう自分も、そうじゃない、早いよね、早いです、展開が早いので、もうどんどんこう試合とか来るので、なんかいつまでも浸ってないので、はい、ね、負けても悔しいから切り替えなきゃいけないので。そうですね、切り替えがどんだけ早くできるかで変わってきますよね、これまた。やっぱ、うん、変わってくると思うよ。脳天気止まれたら困るんだよね、はい、自分の中で整理して切り替えて次に進むっていうことだから。そうですね、だってくよくよしててもね、うん、もう一度戻らないから、その時間は、はい、だからそのために一回一回をしっかり勝負してってるんだけど、はい、やっぱそこが難しいところなのかな。そうです ね、はい、うん、でもそれにリアルに、生じゃん、ライブだから、はい、それに慣れてるから、うん、結構長いテレビ局のこう、うん、撮ってこう待つのすごいイラっとくる。あ待ち時間長いですもん ね、ああいう、だから生放送の方がいいね。確かにテレビとかだったらね。そうですね、今ってさ、やっぱり YouTube とかいうのも生じゃん、はい、生、うん、生編集する方もいらっしゃると思うけど、はい、確かに私はやっぱり生なので、うん、やっぱすごくいい感じ。いや、ね、え、すごい恥ずかしくなってきたけど、え、かわいい、ね、すごいです。世界の、あ、なんか今、うん、すごいイラストが出てきました。これ絶対サリーじゃないよね。ジャガーさん、ジャガーさんですね。ジャガー横田さんの似顔絵。おお、似てるといえば似てる。へえ、うん、ねえ、おお、すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、私虹顔になってるの、もしかして。あそこ見てた。なってないです、全然。写真、いや、この人にこう見えるんだろうな。まつげも3本しかないし。え、ま、やっぱまあこの方の、まつげ3本ね、この方の絵の特徴なんだね。そうですね、うん、でも面白いと思います。すごい面白い。確かに頬骨も高いし、はい、ね、ここの二重顎だけはちょっと許さんよ私。ね、顔でかい人みたいじゃんよ。そんであと、はい、このべったりの髪の毛はやめてくれる？あ、ふさっと。そうそう、ここなるほど。ジャガーさんめっちゃ、ジャガーさんべったり嫌いですよね。いつもなんか。ここもきっちりこう、あ、なるほど、かけ分けないので、自然に、そうそうそう。自分もそう思います。せっかく書いてくれてね、ふざけんなよと思ってるね。ごめんごめんごめん、なんだっけ、名前。世界の井上さんです。世界の井上なんだから、しっかり書けよ。ほんと
似てるっちゃ似てるけど、似てないっちゃ似てないから。特徴はすごい掴んで、すごい。そう、でもこういうもんなんだよね。漫画にならない顔だから、私の顔。まず髪のべったりはダメっていうのと、二重顎もだよ。二重顎、これちょっと頬骨はわかるけど、これはちょっと許さんね。今日から私こうやって運動するよ、ちょっと気になって。あ、気に上向いて。本当だよ。意外と気にしいなんだから私。なるほど。すみません。いや、ありがとうございます。素敵なイラストを。ね、本当に。はい。早くサリーボーノも書いて送ってよ。あ、自分もぜひお願いします。ねね、ちょっとサリーがどういうか結構はっきりしてるからね、内面は、はい、内面ははっきりしてます。笑いながらはっきり言いますから。はい、ありがとうございます。そんで超サリーの時は可愛かった、ぶっ殺すぞ。ほんと、ぜひ次回お願いします。ほんと自分バージョン、ね、サリーバージョンも、ね、でもほんと絵の、ね、はい、特徴があっていいと思います。真面目なこと言うと本当に、はい、うん、思うことはいっぱいありますけど、でも本当にうまいと思います。ねえ、ジーザトンと私描けないもんだって。いや、本当自分も絵が描けないので、うん、ね、本当すごい能力だよね、はい、素晴らしい、本当ありがとうございます。ね、本当ありがとう、本当ありがとう、感謝してます、ありがとう、感謝してます、はっきり、はっきり言いますけど、やっぱはっきりは物言わなきゃダメよ。そうですね、せっかくなら感謝はしてるんだから。感謝はした。次はサリー、次はサリー。めちゃくちゃ面白いジーザトンさんのコメント。ね、はい、でも次はサリーですから、ぜひお願いします。来週か、来週までに書いておいてください、サリーの。お願いします。送ってね、世界の井上さん覚えておきますので。世界の井上さん、これも取っといて見比べたい。これちょっと取っといてね、来週まで取っといて、はい、ね、でサリーのと私のどんだけ差があるか見てみる。ありがとうございます。楽しいね、楽しいで す。あと2件あのコメントいただいてるので、じゃあまだ時間ちょっとありますね、まあ、ます、はい、はい、お待たせしました、郷翔吾さん、ありがとう、すみません、ありがとうございます。ジャガー選手、サリー選手、こんにちは。こんにちは。10月も明日で終わり、明後日からは11月、あっという間に1年が終わりに近づいていますね。さて、11月5日はストロングスタイルプロレスでジャガー選手、サリー選手がタッグパートナーとして戦われますね。このラジオで培った、コンビプレーがリング上でも見られることを楽しみにしてます。出れるかな。試合だとラジオで培ったコンビ、何かあります、コンビネーション。いや、どうだろうね。どうだろうね、試合になると久しぶりだからちょっと感覚が忘れた、ちょっと忘れた。はい、ですね、サリー選手、先日はボジラ選手とのタイトルマッチ防衛おめでとうございます。流血もありながら、戦い、熱い戦いにこちらの心まで熱くさせていただきました。次は高橋七重選手との防衛戦、夏のリーグ戦での決着をつけるといった意味でも注目の一戦、これからも楽しみにしてます。ジャガー選手、サリー選手、お二人に質問なのですが、はい、自分とのウェイトに差がある選手との対戦が決まったときは、試合での期間に食事量を増やしたりして増量をするのでしょうか、それとも普段通りのウェイトで戦われるのでしょうか、気になりましたので お答えいただけたら嬉しいです。いつも読んでくださりありがとうございます。これからも応援してます。太らないです、私は。ありがとうございます。少なくともあの中途半端に1キロや2キロ太ったら重たいだけなので、あと腰の肉が邪魔とかなっちゃうので、体調を整えて。なんで笑うんだよ、本当だよね。もうツボに入ってる。ツボ入ってます、ツボっちゃってる、ね、ツボっちゃって腰の肉が邪魔にならないように。2キロぐらい太るとちょうど腰肉が邪魔になるんですよ。だから逆に言うと、痩せても痛め、太ってもダメ、はい、だから体調をしっかり整えて、ベストの私の体重でいきます。だから中途半端に太ってて意味ないから。確かに、うん、そうなんですよね、うん、中途半端だとダメダメ、動きが悪くなっちゃうだけというか、かといってたくましい方と違うもんね。そうですね、そうそう、だから同じ自分のベストの体重で挑みます、うんうん、私は。あ、でも本当自分もジャガーさんがそうやって昔言われてて、本当、うん、その通りだなと思って、うん、それ意識してますね。やっぱ自分は自分のスタイルでやっぱ戦うのが一番いいので、うん、なんか相手が大きいからって自分も体重増やしたりするとまた動けなくなったり、重いになっちゃうので、うん、そうですね、うん、それ大事ですねっていう感じです。分かっていただけたでしょうか、はい、うん、自分のベスト体重でいくという、はい、ことが
一番です、はい、ね、その自分の戦いをする、うん、でデブには足を狙うとか、はい、丸め込みに引くとか、そうです、ね、考えればいいんですよ、はい、うん、体力に勝とうと思ったらダメなんだよ大きい人に、うん、ね、で小さい人はね、まあ、今は私たちより小さいのいるから、はい、そういう人は早いしね、うん、やっぱそういう意味では そういう人に必殺技やっちゃうかもしれないね、逆に、なるほど、うん、そうですね、戦い方はやっぱり変えます、人の大きさによって、うん、はい、はい、ありがとうございます、はい、ラスト1分です、最後、はい、ラーメン坊やさん、うん、ラーメン坊やさんありがとう、ありがとうございます、ジャガーさん、サリーさん、こんにちは、お二人それぞれの YouTube も楽しみに見ております、ありがとう、よく二人、お二人ともイベントなどされてますが、関西の方も一度開催ご検討いただけませんでしょうか、お二人の合同イベントなんかあったら最高です、できたら京都がいいなと言ってます、ありがとうございます、ありがとうございます、呼んでくれるスポンサーがいてくれれば一番いいんですけどよろしくお願いします、はい、ぜひ、ね、本当楽しいですよね、はい、うん、でも、まあ、今の方は、ね、ラーメン坊やさん、ラーメン坊やさん一人じゃダメなんですよ、後ろに100人ぐらい連れてきてくれたらできるかもしれない、確かにそうですね、ぜひいつかやりたいです、はいね、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ね、気にかけていただいてありがとうございます、うん、これアズリでやっぱり練ってもらわないとね、あ、そうですね、確かに、うん、だから京都難しいけど、うん、名古屋に、あ、名古屋ね、アズリがあるじゃない、はい、なんだっけ、何アズリだっけ、シャチホコ、シャチホコ、シャチホコアズリがあるので、はい、そこが名古屋ですからね、確かにいいですね、近いと思うので、イベントとかイベント、あの小町局長にね言っときますから、うん、はい、よろしくお願いします。ちょうど50分になりました。今日もありがとうございました。ご視聴いただきました。また来週。はい、来週、ね。元気に頑張りたいと思います。はい、今日もありがとうございました。さよなら。さよなら。